よ、久しぶりだな、イレーネ。元気そうで何よりだ。首を取りに来たぞ、テレサ。できるのか、お前に。拘束権はいいが、そこで寝てる子まで巻き込むなよ。心配するな。起きる頃には終わっているよ。どうした？拘束権が止まってちゃダメだろ。前よりマシになったが、それでもまだまだかな。さてと。何を？この辺ってところかしら。テレサ！動くな！じっとしてろ。まったく、うるさい三人をよこしたもんだ。もう一人いただと？バカな、気配はまるで感じなかったぞ。初めてお目にかかります。私、最近ナンバー2の印を受けたプリシラと言います。ナンバー2？ぶしつけで申し訳ありませんが、テレサさんの首をいただきます。あのバカ。あらあら、炙り出したところを後ろから切り込むって予定だったのに、整体しちゃってるじゃない。あの子、微笑のテレサに真正面から言って勝てる気でいるのかしら。離れてろ、クレア。え、でも。大丈夫だ、心配するな。私の言うことは信じろ。前にもそう言ったろ。うん。プリシラと言ったな。私が飛び出した時がチャンスだったはずだが、なぜ攻撃してこなかった？だって卑怯じゃないですか、そんなこと。あ？それより、私の方こそ聞きたいことがあります。粛清の場で、どうしてテレサさんは首をはねられなかったんですか？組織の掟は絶対のはずです。私たちの役割は、人々の平穏のために妖魔を殲滅すること。そのために自らの命を削り、戦うのです。その私たちが、人を殺めるなんて。組織が今まで築き上げてきた人々の信頼を失う許されざる行為です。ですから申し訳ありませんが、組織の掟にのっとり、テレサさんの首刈らせていただきます。よくもまあ、組織の都合のいい理屈をすり込まれたもんだ。まあ、あえて言わせてもらうと、世の中そう理想通りにはいかないんだよ、お嬢ちゃん。このやるじゃねえか、あいつ。あのテレサ相手に押してやがる。なぜ微笑のテレサと呼ばれているか知っているか？はあ？そりゃ、妖魔を切るときにいつも笑ってるからだろ。それはお前もソフィアも同じだ。だがテレサだけがそう呼ばれる。そういや、そうだな。なんでだ？お前の身軽さ、ソフィアの力、私の拘束権、それに比べてテレサは、微笑みの他に目につくものがないからだ。そりゃ、テレサが全てにおいて突出してるからだろ。少し違う。動きではお前、力ではソフィア、剣の速さでは私の方がそれぞれでテレサを上回っている。は？テレサが最強である理由は、妖気を感じ取る能力のズバ抜けた高さだ。
どこに妖魔がいるか分かる程度じゃない。体を流れる細やかな妖気を感じ取ることができる。はあ？妖力で戦う者は動かす体の部位へと妖気が流れ込む。これがどういうことだか分かるか？だからこそ妖気を極限まで抑えて戦えるプリシラは最もやりにくい相手なんだ。ヘレサ！たっく、とんでもないお二人ね。はあ、すげえすげえ。剣のカタクリオンと衝撃下でどうにかなりそうだ。大したやったぜ、あのガキ。あのテレサ相手に互角にやり合ってんだからよ。あれ？互角？え？そろそろか。助けに入るぞ。このままだと首が飛ぶのはプリシラの方だ。は？何言ってんだ。テレサにはそのプリシラの方がいいんだろ。あれ？あくまで目くらましに過ぎない。テレサが妖気に頼らず普通に戦えば済むことだ。もともとの自力が違うんだよ。何？急に私の動きが鈍く。違う、この人が速くなってきてるんだ。はっ！なんでよ。私はいつだって人のために戦ってきたのに。悪いのは人を殺したこの人なのよ。それなのに、なんで私は勝てないの？こいつの潜在能力は化け物だ。これから先とてつもなく強くなる。今回切り伏せることができても、次回はどうなるかわからない。悪いな。私はまだ死ぬわけにはいかないんだ。切られてやんの。あら、足毛にされて吹っ飛ばされるよりマシじゃなくって？嫌です、こんなの。いかに掟を犯したものとはいえ、一人を他人数でなんて。ここは私一人で。甘ったれるな。私たちのフォローがなければ首が落ちていたのはお前の方だ。戦っているその身が一番それを理解しているはずだ。私たちは個々の腕試しをしているわけじゃない。あくまで組織の掟を破るし者の刑の執行、いかに確実に相手を仕留めるかだ。フォローは我々がしてやる。お前はあらん限りの力でテレサを仕留めることだけを考える。わかりました。倒します。組織を汚すのを許してはおけませんから。すみません、テレサさん。できれば一対一で戦いたかったんですが、でも悪いのは全てあなたです。
イレンデさん、イレンデさん、大丈夫ですか、イレンデさん。私に構うの、行け。でも言ったはずだ、お前はお前の力の限りで戦えと。私のことはいい、お前は全力でテレサの首を取るんだ。はい。くそ、この4人ならなんとかテレサに迫れると思っていたんだが。私はまだテレサを過小評価していたというのか。奴はまだ妖力解放すらしていないんだぞ。テレサ、クレア、宿に戻って荷物をまとめろ。これ以上町には迷惑はかけられん。出発するぞ。さてと。しまった、見抜かれていたか。プリシラがやがて自分を超える素質を持っていることを。次への目を確実にこの場で断ち切るつもりだ。恐るべきは微小のテレサ。このあと何度戦っても問題としない我々は、動けない程度の傷を負わせただけだが、唯一動けるはずのプリシラは強大な力の前に恐怖で身動き一つ取れずにいる。我ながら甘くなったもんだ。どうしてもあいつの顔がちらつく。テレサ、持ってきたよ。テレサの腰につけるやつもちゃんと。わざわざそれも持ってきたのか。重かっただろ。ううん、平気。来たければ何度でも来い。その度に切り伏せてやるよ。悪いな、迷惑をかけた。信じられんな、あのテレサが情けをかけるとは。昔なら躊躇なく首を落としていたはずだ。どちらにせよこちらの希望はつながったわけだ。泣くな、まだ終わったわけじゃない、これからだ。さない、さない、許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 さない。プリシラ、人殺しのくせに、悪者のくせに、四季の掟に背いたくせに。よせ、今のお前じゃどうあがいてもテレサには勝てん。プリシラ、クソガキ、頭に血のばらせやがって。無活だった。潜在能力にばかり気を取られていたが、奴はまだ子供だったんだ。
動けるか、ノエル、ソフィア。ええ。追うぞ。奴はまだ自分の限界点すら知らないんだ。やめておけ。今の段階では何度やろうと私には勝てん。それぐらいにしておけ。成り立てで妖力を解放しすぎると戻れなくなるぞ。我々半人半妖は 10% の妖力解放で目の色が変わり、 30% で顔つきが、 50% で体つきまで変化する。そして 80% を超えると戻ってこれなくなる。お前はすでに 70% を超えているはずだ。うるさい！人殺しのくせに、人殺しのくせに！妖力解放の限界点、戦いの中で少しずつ学んでいくもの。お前にはその絶対的な経験値が足りないんだ。黙れ！全身から大量の妖気がほとばしてて、流れなどまるで見えない。意識混濁を始めたか。あまり時間がなさそうだ。久しぶりに本気でやらせてもらうぞ。二つの容器は無理よ。こんな化け物みたいな二人を相手に何ができるっていうのよ。どっちの容器も桁違いに大きい。だが何よ。片方が片方をはるかに上回っている。どっちだ。なんだ、あれがプリシラなのか。イレーネ、まさか。いや、まだ限界を超えていない。今止めればなんとか人の側に戻すことも可能だ。しかしこれほどのものとは、こんな強大な力を誰が止められるというのだ。でかいプリシラの力を目の色が変わる程度の妖力解放で上回るだと。これが妖力解放したテレサの本当の実力なのか。テレサ、
人の声が伝わるうちに言う。これで分かったはず。早く容器を抑えて人間に戻る。今ならまだ間に合う。戻れなくなってからでは遅いぞ。パパを返してよ。あんなに優しいパパだったのに、大好きなパパだったのに、食べちゃったの。私の目の前でみんなの内臓を食べちゃった。いかん。だから私が殺したのよ。お兄ちゃんを食べてる時に私がパパの首を切り落としたの。限界点を超えた。もう戻んない。助けて、お願い。妖魔になんかなりたくないよ。無理だ。あとは妖魔になるだけだ。お願い、助けて。お願い。すまん。もう私にはお前を助けてはやれない。私にできることは、妖魔になる前にお前の首をはねてやることぐらいだ。お願い、殺して。私が少しでも人の心を持っているうちに。わかった。苦しまずに行かせてやるよ。完全に人とは違う存在。覚醒者。なんだ、何にも我慢なんてすることなかったじゃない。こんなに気持ちのいいものだったなんて。内臓食べたい。生きたまま腹を裂いて、血に浸る腹綿に顔を埋めたまま、肉の一片残さず、すべての臓物を味わい尽くしたい。あら、イレーネさん、どうしたんですか。左腕がありませんけど。
あら、こんなところに。返します。自分のものは自分でちゃんと持っていてください。消え。ノエル、ソフィア。なんだ、みんな私のこと殺すつもりなんだ。でも多分無理。あんまり動いたからお腹空いちゃった。それじゃ行きましょうか。